波の村井天の歌い方講座の時間となります、いかがお過ごしでございますでしょうか。今日はですね、ご紹介するのは吉永海子さん、ね、吉永海子さんの新曲さよなら東京、さよなら東京、徳間ジャパンから6月の1日発売ですね。6月1日、今ではまだ5月下旬ですけれども6月1日ですね。そのことで今日は投票に行ってまいりました。県知事選があったもんですからね、新潟の方でね、まあ、そんなことで、爽やかなこの空気の中で、まあ部屋の中そうでもないんですけども、ちょっとまたレッスン曲をまた入れていきたいなと思っております。今日はじゃあ、この原曲キーで、でまたテンポが割とこう速い127回転ございますんで、8分音符と、まあ、いわゆる4分音符のところのこう3連符の4分音符があったりしますから、そこの張りをちょっとね、ちょっとこう強めにこう出すような表現するような歌い方になってくると思いますんでね、じゃあちょうど、さよなら東京ちょっと歌ってみたいと思います。よろしくお願いします。通販になっておりますんでよろしくお願いします。作詞作曲とも吉育三さんですね、活躍されてますね。だからこう意外とこう遠吠えのような、こう吠えるような、そんなイメージが訴えるっていいんでしょうかね、言い換えればね、そんな歌い方になります。じゃあ行きます。優しさはいつも3番忘れ
ないわ仕事がトントンと忘れないでいるわでいるわ8分音ででいるわるわね忘れないでいるわで止まって大好き大好き大好きだから大好き止まってだからね、これをこうスムーズにいってくださいですね、じゃあいきます、はい、思い出は捨て去らないで生きられないからしばらくは泣くけれどこの街でるからあなたからもらった優しさはいつも忘れないでいるわ大好きだからこっからこっちを張りをつけてああとこうねしぼんだからで三連符のとこはこうもうちょっとこう前出して叩くような感じね。ああ、ひとみ。ね。三連符のシボンブとまた違いますから、はしっかりシボン。ああ、で、ひとりはちょっと早め。ひとみって感じ、叩くように。ひとり立つ。次は、ここも三連符だから、ほおむから。下がる癖があるの暮らした町が地がとまたこう三連符もうすぐで乗ってゆくってねもうすぐで乗ってゆく明日から一人に下がります明日から人とって伸ばして通り、ね、このちょっと後半も同じ繰り返しなんですけどじゃあアーからいきましょうはいアー一人立つホームから暮らした街幸せを乗ってる愛乗ってるさよなら東京でね OK 今と幸せを祈ってるさよなら東京でさよなら東京を下がりますまた同じ繰り返しできるだけ遠い街みんなポンポンポンとできるだけ遠い街ひとりここは暮らす暮らすからからからねひとり暮らすから単調のこういわゆる繰り返しですけれどもねこれはちょっと張りをつけながらちょっと訴える感じの歌になりますねじゃあそれではフルコーラスいきましょう2半のところはあがいきますんでねそんなところでよろしくお願いします何回も見て練習してくださるといいと思いますあなたからもらう
さよなら東京、この歌を簡単なレッスンにいたしました。ありがとうございました。